ちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは、ホットライン信州のデンダと申します。デンダさん、はい、今日は今長野県は長野市のある、ここは何て言うんでしょうか、アリーナですね。そうですね、に来ておりますけども、はい、今日今このアリーナの中で、はい、一体何をされてるんでしょうか。今日はですね、はい、学生支援ということで、はい、一人暮らし、まあ、このコロナでね大変な一人暮らしをしている大学生の人たちに、日頃の食材っていうものを、いろんな企業さんからいただいたものをお配りしているという、はい、大学生なんですね、対象。そうですね、今日は、はい、大学生になります。県からの委託も含めて、はい、学生さんにこういった支援をお願いしますということで、食材を管理しているので持ってこさせていただきました。今日はたくさん来られましたか。今日は来て来られました。もうすでに、50人ぐらいかな。え、そんなに。そんなに来てたんです。すごい。はい、なん で、やっぱりね、ご飯はあるんだけれども、うん、それのおかずになるものがないっていうふうに言う、うん、お子さんたちもね、いらっしゃったんで、すごい喜ばれましたね。うん、商品なんかちょっと紹介してもらえれば。はい、はい、これはですね、即席のお味噌汁ですね。はい、お湯入れていただければすぐにお味噌汁として飲めるものになります。なるほど。はい、そしてで今なんか割とね、お聞きすると学生さんたち自炊してるっていう子たちもね、はい、割といてびっくりするんですけれども、その時に使っていただくいなり寿司ですとか、はい、ありますね、はい、高野豆腐とかね、はい、ですになりますね。であとご飯にかけるものなんで喜んでいただけそうなのり玉、はい、こちらはスパゲッティも茹でたものにそのままかけてもらえばいいっていうものになりますのでね。 お米の方は、はい、割と農協さんの方からとか、去年、はい、もう新しく入ってきたらちょっと去年のものが残ってたらっていうものをこちらの方にご連絡いただいて取りに行かせていただいてですね、はい、こうやってちょっと小分けにさせてはもらってるんですけれども、これどれぐらいでしょうかね。まあ5キロぐらいありますかね。はい、5キロのものになりますね。まあ、ホットライン信州ということで、はい、まあ、学生さんを支援しているわけなんですけども、まあ、学生さんだけじゃなくてですね、シングルマザーの世帯の方だったりとか、そうですね、今でしたら施設の方に入所してたお子さんたちが一人暮らしになるっていったところの支援だったりとかっていうのも、はい、やってたりとかしますので、はい、今日はたまたま学生さんに対してっていうことでの支援の、なるほど、いろんな方にその食べれない人たちに、はい、提供するというか、そうですね、大体が子ども食堂っていう形でやらせてもらっていることの方が多いかと思います。今日は同時にフードドライブっていうのもやってまして、はい、そのフードドライブは皆さんの1ヶ月以上、はい、賞味期限のあるものに関して食事的なものだったりとか、あと医療品だったりとかっていううちでちょっと使わないかなっていうようなものを持ってきていただくっていうのも、うん、別のところ で、まあ、同じこの敷地内ではありますけど、やってますけどね、やってるわけですね、はい、今後はどんなふうにこうやっていこうなんて思ってるんですか、この支援を。まあ、今後は多分今までは子ども食堂で割とね作ったもの提供とかっていうこともしてたんですけども、はい、このコロナでできなくなってきまして、まあ、早くコロナの方がね収束して、まあ、お弁当が配れたりとかしたらまたいいのかなっていうふうには思いますけど、はい、ただこういったものを取りに来てもらうだけでもまた違うんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、フードロスのを削減していくっていうのでまたね役立たせていただければいいのかなっていうふうに思います。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はご苦労様でした。ありがとうございます。よく来られるんですか。いや、初めて来たんですよ。はいはい、どこで知ったんですか。やっぱり大学のメールから知りましたね。はい、はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。すいません、自己紹介をお願いします。はい、信州子ども食堂院 SDGs プロジェクトの小林と申します。小林さん、はい、今日は何をしているかちょっと、はい、説明いただけますでしょうか。今日はですね、皆さんが不要になった、食材とか、はい、衣類だとか、もしくは、まあ、ちょっと大きく出来すぎた例えば大根とかですね、はいはいはい、まあ、こんなようなものの、要は欲する人に対して、は
はい、揚げたいという気持ちを形にするために、まあ、いろんな食事を中心としたものを寄贈いただくというイベント、うんうん、フードドライブというものをやっています。フードドライブ、はい、これはどういう意味なんでしょうか。あの食材を、はい、まあ、集める人、集める人がいまして、はいはい、その集めたものを子ども食堂さんとか運営されている方にまあお渡ししていくんですけども、はいはい、まあ、それを回転させていくというんですかね、はい、まあ、そんな形でやっております。その、別の活動として、食材を集める、はいはい、まあ、フードドライブをやっている団体さん、はい、もう一つは子ども食堂等々をやっている団体さん、はい、でこの間のところにフードバンクというものが必要になりまして、はいはいはい、でそのフードバンクは、はい、あのまあ、いわゆるここを見ていただければ分かるんですけども、はいはい、長持ちするものから、はい、当然そうですね、野菜とかそうです、そうです、腐ってしまうものもあるので、はい、どうしてもそのフードドライブで集められなかった、生鮮食品とか冷凍食品を中心に、うん、まあ、ここのところで、後でちょっと見ていただきたいというのは思うんですけども、はい、大きな冷蔵と冷凍のコンテナを、そうなんですか、あのまあ、そこに置かさせていただいて保管をしております。でそこのそこにしまってあるような、生鮮食品や冷凍食品を子ども食堂さんにお渡しするっていう、まあ、活動をしております。まあ、最近あの子ども食堂が県下にかなり多いですね。そうですね、はい、でそこを支えられている食材っていうものを、はい、まあ、集める機能ということなんでしょうか。そうですね、集めて保管しておくという機能ですね。あ、ここの役目はね、はい、で そこは全てではないですけども、少しでもお力になれればということで、まあ、私の方で活動しております。なんか同時開催で先ほど、学生さんも来てましたけど、はいはいはい、あれはどうなんでしょうか。 あちらは、今日はたまたま今日集めたものはちょっと出していませんけども、はい、まあ、この今日集めたこのフードドライブに、寄贈いただいたものは来月の3月中の子ども食堂やフードパントリーという、食材を渡すという活動の中に、ね、あの利用させていただきます。学生さん本当にありがたがって、はい、なんかもらっていったような感じでしたけども、はい、ああいうのを目の当たりにこう見るとやっぱり、まあ、そうですね、いいですね、なんかやりがいある仕事だと思うんですけども、はい、あのただやはりここの情報を知ってここまで取りに来れた人っていうのは、はい、まあ、少しでも助かる状態にはあると思うんですけども、はい、まだまだ実は届いていない、はい、声を上げられてない人っていうのは山ほどいるはずなので、はい、まあ、あの少しでも情報がいろいろな形で発信できる時代なので、まあ、あのこの件でもそうですけども、うん、まだ一回も参加したことのない人はお気軽にあの長野県の中でも子ども食堂は少なくともフードパントリーや子ども食堂ってのやっておりますので、まあ、100カ所以上ありますからお近くの子ども食堂をぜひ検索していただいてあの参加いただいてあの声を上げていただければと思います。食べることで困ったら来てくださいってことでしょうか、ね、はい、そうですね、どちらかというと食品の中心の話はどうしてもなっちゃいますけども、はい、それでも要はあのなんていう、いろんなあの困ったことがあった時に困ったってまず声を上げていいんですよっていうところも、はい、まあ、そこの部分をまあ窓口にあのしていただければいろんなあの困ったことを解決できるように、まあ、できるだけあのできる限りのことでサポートさせていただこうかなと活動しています、はい、何かそのアピールすることなんかありますでしょうかそうですね、まあ、あのいらない人もいれば欲する人もいて、はい、あの単純に捨ててしまうとか、はい、特に食事は本当にあのフードロスで、問題社会問題になってますんで、はい、もしあの不要なものであればこういう機会にぜひ寄贈という形で参加いただければありがたいなと思います。なんかホームページとかあるんでしょうか。一応あの こちらに新州、はい、子ども食堂 inSDGs プロジェクトを検索いただければと思いますんで、新州子ども食堂 inSDGs プロジェクト、はいはい、ということで検索なんですね。はい、はい、わ、はい、かりました。ぜひ、はい、あの夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。今これ中身もだいぶ少なくなっちゃって、はい、ないんですけど。すげえ。これが冷蔵庫。ここはともう電気が。あ、本当だ。こことかここから、はい、電気が出てる。まあ、放電してるんですか。そうです、ここから。ああ、なるほど、これがね。だから、この辺だと、あ、ちょっと今、出ちゃいますけど。はい。ここは音鳴らなくて。何ボルトくらい流れてるんですか。微電流なんです。あ、微電流なんですか。ただ、細胞にこうやって刺激をずっと与えてる状態なので、はいはい、まあ、鮮度保持ができる。そうです、そうです。すごい。で、そっち側が冷凍なんです。だから冷凍はいっぱい結構入ってる。あ、本当だ。ここも電気流れてるんですか。流れてます。で、これもいい状態での、保管するためにこういう感じで、まあ、こういう感じで流れなんですね。はい、で、この中で上がってるわけで、
結局冷凍庫がないとこれみんな捨てなきゃいけないやつだったりするんですよ、はい、できる限り捨てないで使えるじゃないですか。使えますね。だから子ども食堂さんにここにあるものを渡したりとかしてます、はいはい。